東京の電車乗るやつなんて、ろくなやつがいないなと思って。あの、クソガキからババアジジイまで。俺あの、日立駅から特急の日立号で、あの、水戸経由で上野まで入ったんですよ。で、上野から、上野東京ラインって言って、まあ上野と群馬県を、あの、東京と群馬県を結ぶ電車が走ってんだけど、上野東京ラインっていうのは、止まる駅が少なくて非常に早いんですよ。で、かつ、一般車両とプラスアルファ、グリーン車が2両ついてるんですよ。4号目、5号目って言って、グリーン車。で、グリーン車っていうのは、例えば上野から浦和だとプラス780円かかるんだけど、その乗車券にプラス780円を上乗せすることで、まあ、グリーン席に座れるよっていう。で、席ってのは、その特定の席を取るのではなくて、グリーンチケットを買えば空いてる席にどこでも座れますよってやつなんですよ。で、座るときに、スイカを上のタッチのね、ところにピッてやると、色が赤から緑に変わる。で、緑に変わるとその席を購入しましたって。どこでもいいんですよ。うん。とにかくグリーン席全体を買うっていうような感じなんですね。まあ、ちょうど俺が帰った時間っていうのは、帰宅ラッシュに、こう、被る時間帯で、すげえ乗客が乗ってくるんですよ、上野から。なのに、なんかね、あの、女の人、男の人とかが、窓側の席を購入して取りつつも、通路側の席に自分の荷物を置いてんですよ。で、置いてんだけど、昼間の空いてる時だったら別にいいよ、広く使ったっていいかもしれないけど、その夜、混み始めてて、で、サラリーマンとか俺とかいっぱい入ってきて、そのみんなどこの席に座ろうかなって言って、困ってるのにもかかわらず、携帯見たりとか、寝たふりしたとか、下向いたりとかして、何も我関せずみたいな状況で、こうずーっと荷物置きっぱなしにして譲る気もないって感じなんだよね。それが、もうなんか俺としてはもうありえなくて、つうか電車乗ってたら上の駅で混んでくるの分かってるし、もう目の前に人がいっぱい立ってるのに、なんでそこの荷物をどけようとしないかも分からないし、座りたい人がお隣いいですかって言わなきゃいけないのもおかしいと思うんだよ。隣いいですかじゃないんですよ。いいに決まってるんですよ。だってそこの席は購入されてなくて赤色のランプが灯っていて、まだこれから誰かが座れる席なわけだから、そこに荷物置いてるやつが頭いかれてるのであって、それは隣いいですかって言わなきゃいけないのがもう電車のマナーとしてありえないんですよ。開けとかなきゃいけないんですよ。で、座る人が誰もいないんだったら置いててもいいけども、座る人がガンガン来る、混む上野駅で、平気で荷物を置いて、我関せずでいられる乗客は頭いかれてると思って、俺は。狂ってると思ってんだよ、俺マジで。なんでそんなこと言わなきゃいけないの、こっちはっていう。いいですかなんて。で、ね、上級国民なのって話じゃん。同じグリーン席のお金を払って座るお客さんなのに、いいですかって聞かないと座れないっていう。うん。で、マジで。いや、おかしいから。で、しかもそれを、なんかその、新卒のね、社会人とかがやってんのよ。若え女の子が、1,2,3,4、まあ、窓、通路つって2個ずつこうなってんだけど、その、1人はこっちの窓側、1人はこっちの窓側を取ってて、通路側に2人とも荷物置いてるんですよ。そんな状況で携帯触りながら見てる。クビー！ああ。どこの会社のやつか知らないけど、舐めてるからね、マジで、社会を。マジで。いや、クビよ。おい、マジ知りたかったもんね。あんたどこの会社なんて、もう綺麗なオールのスーツ着とるわ。まあ多分この4月から勤め始めたんやろ、きっと。ね。いや、そんなもんであるのが日本としておかしいやん。そんなもんっておかしくない？みんな同じお金払ってんだよ。乗車券にプラス780円。裏側までだったら780円。もっと遠かったらもっと高いですよ。ね、ピンッ！そう。そんなもんじゃないんだよね。おかしいんよね。しかもね、車内アナウンスで荷物どかしてくださいって言ってんのにどかさないの。やばくない？人がいてもどかさない。車内アナウンスで荷物どかしてください。荷物は棚の上にって言われてんのにそこに置きっぱなしなんだよ。いや、そうですよ。あの、東京の電車で、まあ、地方でも同じかもしれないですけど、新幹線も特急も、そういった在来線のグリーン車ついてる車両も絶対アナウンスします。あの、混んでくると荷物は一人でも多くのお客様にご利用いただくために荷物は、荷台の上に置いてくださいみたいなことをアナウンス絶対流れるんですよ。なのにもかかわらずそうやって荷物置いたんですよ。で、あともう一個言うと、もっと厳しくすべき。何のために、その、乗務員さんが、車内を巡回してるんだって話で、言えよって思うもんね、俺ね。普通になんかこんな風にありがとうございますとかって、あの、お辞儀しながら、こう、車両を行き渡っていくんですけど、もう言ってきゃいいんですよ。で、言うか、別料金取りゃいいんですよ、その瞬間に。そう、あの、車の違法駐車と同じで、もうね、ルールとしておかしいわけですから、破ってるわけだから、もう荷物置いてる時点で、もうすいませんけど、つって。だって意味がないじゃん。
ほんなら、もうちょろ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 してるだけで、注意もしないで、ありがとうございますって。本当に意味がないですよ。注意もしない乗務員たちだよ、マジで。バカ野郎っていう。こちとら座りたいけれど、ってね。うん。いや、あんまりどころじゃない。本当に意味がない。うん。いや、俺座ったよ。俺だってもう、こういう顔して、お隣いいですかみたいな。そしたらもう、できる人来たっていう目で見られたけど、来ちゃあかんのかいな、言うて。お隣いいですかって言って、僕、俺は座りました。んで、あのつぶやきをわざわざ画面コードを明るくして、眩しいから明るくして、隣の人が覗き込んできそうな、環境を作った上で、あのつぶやきしたからね。いや、覗けよっていう。直接は言わないよ。直接は言わないけど、俺が何つぶやいてるかっていうの見えるように画面明るくしてつぶやいたからね。そしたらなんか、すごいなんか気まずそうにしてたわ。うん。裏場で降りるときもずっと俺のこと見てきたもん。うん。当たり前だろ、そんなの。バカ野郎が。なあ。こちらとしては配信中はさ、まあ、駅とかでね、たまに気違いじみたことするけど、配信がなんか超トらしいからね、こうやってちょこんと座って。あいつら全員さ、オフなわけでしょ。オフでそれやってるわけでしょ。いや、配信者なんかより、よっぽど日本国民の一部のやつの頭いかれてるからね、マジで。みんなオフで、ああやって平気で普通に人が見てないところでああいうことやってるってことじゃん。うん。俺らは人に見られるからやるタイプだからね。人に見られてなかったらめっちゃおとなしいですよ、配信者なんか。あいつらは見られてないことをいいこと幸いにふざけたことをする連中だから。どうよって話よ。クソほどひどかったっす。ちょっと、女性ディスで申し訳ないけど、俺が乗った量が全員女性だったんだよ、グリーン車。うん。その女性らが全員マナー悪かったのよ。おばちゃんから若い子まで。そう。学生らしき若い子から新社会人、そしておばちゃんまで、全員だったの。だって、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、ちょっと待って、2、4、6、パと12個あるのに6人しか座ってないですよ。やばないっすか ?12 席あるんですよ。そのちっちゃい寮に12席席があるのに6人しか座ってないんですよ。それはやばいよ、マジで。うん。で、みんなサラリーマンガラガラって、自動ドアで入って、なんかみんなどきそうにないし寝てたりするから、しょうがないっつってみんな上に行くか下の車両、席に行くかっていうのでみんな分かれていくんだけど、いや、俺これおかしいでしょって話で、俺だから、すいません、隣いいですかって言ったら、あ、はい、みたいな感じで、お前言わなきゃ分かんなかったのかよ、お前。はぁ、あ。でも新幹線で俺一回あるんで、ドヤ顔でこうやって座ってたら、すいませんとか言ってくる人いて、ね、俺の席になんか文句あるのかって言ったら、この席私のですって言われて、え?で、ね、私なんじゃないでしょって、これは、俺の席で、本当にか間違えてんじゃないのと思いながらも、まあ、ちょっと待って、乗車券調べてみるかなと思ってパッて見たら、確かにずれてたんだし。うん、一列。そう、すいませんでした。っていうのは一回ありますけどね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。